はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。えー、ドナドナした、手放してしまったレンズやカメラの特集。今回はその第2夜となりますけどもね、えー、今回はですね、ドナドナしてしまったことは確かなんですが、レビュー動画の 第2回目、お蔵入りしてしまってたというか、タイミングがね、悪くてですね。まあ、ぶっちゃけてしまいますと、うちの父親が亡くなってしまったということでね、バタバタしてた時期で、えー、そのまま動画がお蔵入りしてしまってた分があるんですよ。これ何かと申しますと、パナソニックの TX2。パナソニックの1型センサーのコンパクトデジカメですごくズームするっていうね、 TX2 っていうカメラがあるんですけどもね、そのレビュー動画、お蔵入りしてた分がありますのでね、もうドナドナして随分経つんですけどもね、こちらの方をね、ぜひご覧いただきたいなと思います。もちろんね、あの、第1回目のレビューの方をね、ご覧いただいてからっていうのもいいですし、この動画ご覧になった後ね、第1回目のレビューをご覧になっていただいてもね、 また理解が深まるんじゃないかなと思います。何しろね、結構前のカメラです。確か2018年とかのカメラなんですけども、まだ現行品です。現役です。僕はもう一回買い直そうかなと思ったぐらいです。今年。今年の夏、自転車に乗るようになりまして、自転車用のカメラとして、 1型センサーのコンデジいろいろ探してまして、まあ、結局ねズーム倍率で考えると TX2 が1番ってことになるのでね買い直そうかなって思ってたんですけどもね、えー、どうやらライカの方ライカでね DLUX だか CLUX だかっていう名前のもね出てるんですねまあ同じほぼ同じものなんですけども、ね、そちらの方がどうやらディスコになってきたと。 そろそろ次のモデルが見えてくるんじゃないかなということで TX2 は一旦様子見にしてるところですねさあどうなるんでしょうね後継機の方もすごく楽しみなんですが TX2 の移りはいかがなものでしょうかどうぞレビュー動画お蔵入りしてたものご覧くださいはいどうもこんにちはジェット大いですじゃじゃん 久々に登場することになってしまいました。なんでかっていうとね、いろいろあったじゃないですか。えー、これ春に買いました。この春に買いましたパナソニックの TX2 というね、1型センサー搭載のコンパクトデジカメで非常にズーム倍率が高いというね、24ミリから360ミリ相当まで伸びるというね、1型センサー搭載のコンパクトデジカメとしては非常に ズーム倍率が高いものですねしかもですね前回言ってないことがありますこれ動画の時は多少ねあの焦点距離が変わるんですね3 6ミリから5 4 0ミリ相当までえー、って <laughs> えーってなりますよね5 4 0ミリ相当って言ったら RX10M4 が ミリ相相当当ですすからねいいいいやいやいや相当長い玉になりますよこれ、ね、しかもこれファインダーついてるんでファインダーを見ながら5 4 0ミリ相当で動画が撮れるわけすごいよね。であの前回のおさらいですけどもライカで同じようなこれをベースにしたライカのコンデジがありますけども色味はどうやら変えてないんじゃないか っていう、ね、そういうううねそエピソードでしたねね前回ねでそのまんま動画が撮れてしまうわけですよ。今回ね動画のお話をしたいと思うんですけどもねまあすでにバックでねいろいろ流れておりますけどもね、えー、今回は 4K 動画を撮影してきておりますけどもねあの写真も織り交ぜながらお見せしますけども何の写真かっていうとね、えー、これ5月にですね あるツアーに行きました、えー、琵琶湖汽船のあるツアーに行きました島巡りですね琵琶湖の島を巡るっていうね船で巡るっていうツアーに行ったんですけどもねそれはもうまさにこの勾配率ズームうってつけじゃないですかあとはもうライカを持ってったんですけどライカのサブ機としてライカと同じ色味を出すっていうねそういうコンデジを持ってったわけですねしかかもライカのレンズですからね。 ライカですか <laughs>、えー、バリオ・エルマーっていうねライカの名が入ったレンズですけどもね、えー、それを使ってねいろいろ撮ってきたわけですが一番見てほしいのはやっぱりねあの沖の白石っていうね石がねドーンってね岩がね突き出てるんだけどこの先端にトンビが止まっててねこれをね5 4 0ミ、mm、リ相当のズームで 4K 撮影したわけ。 まあ船がね当然ね揺れてるからまあグリングリン540ミリ相当つったらね相当ねどんな手ぶれ補正でも揺れますわもうその点はね船ですし <laughs> 船ですし540ミリ相当ですしっていうのがあってねまあそれでもねなんとか取ってきましたよいやー何とか取ってこれるっていうのがねそ,そこがすごいわけ Vlog とかだとね 撮れないよりもなんとか映ってるっていうのはすごい大事だったりするからね。いや、それはそれで強い味方なんじゃないかなって。まあ、昨今ね、いろいろ出ましたよね <laughs>。1型センサーのいろいろ出ましたからね。さすがにこの去年のモデルっていうのはね、やっぱ1年ぐらい、1年以上経ってるのか、これ、見劣りしてくるわけですよ <laughs>。 見踊りしてきますけどもね 540mm 相当で 4K 動画まで撮れてしまうっていうのはねこれはね一つね売りですねまあ値段ね皆さんね検索してみてくださいよあのー、この動画の概要欄のところにもね amazon の、えー、ポチリンクは貼っておきますんでね、えー、そちらの方で値段見てくれてもいいんですけどまあ 現行機種の1型センサー搭載コンデジとしてはね、えー、安い部類に入ってくるんじゃないかなと思います、えー、今年出たモデルっていうのはね各社割と高かったですよね値段お高めみたいな感じでしたけどもねまあ相当これね出てから時間が経ってるんでね、えー、値段は、えー、落ち着いてきておりますまあ言っても最近カメラって結構高いよね <laughs> びっくりしちゃう値段だよね 以前ね、申しました通り、えー、今年、私の父が亡くなりましてね、えー、まあ、富山の実家の方にね、えー、葬式なんかに行っておりましたけども、もう、まあ、そういった場ですからね、あんまりね、でかいカメラを持ってってどことかそういうことはしないわけですが、だからこれだけ、これを、えー、ちょっと、持ってったわけですよ、カメラを。持ってったら、あなだ新機能が出た。 ええ、蜃気楼が出たまあ今年もね蜃気楼ドキュメンタリーをやりたかったなーって思いますけどもね今いろいろ撮ってはあるんでねそのうちお見せするかもしれませんけどもね蜃気楼撮れたのがこのカメラだった、まあ、なんせね動画だと 540mm 相当まだいっちゃうからねいや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 持っててよかったわーっていう気がしたこの時はねはいということで蜃気楼が撮れたカメラでございますはい以上です あ、TX2 でございました。バイバイ。バイバイ。バイバ